ブエナスタルデスアミーゴス、どうも PJLL のパハロンです。はい、今日もですね、 G1 スーパーカード、マジソンスクエアガーデンで開かれる G1 スーパーカードの勝敗予想をやっていきたいと思います。はい、今日はですね、ダブルメインイベント2ということでですね、IWGP ヘビー級選手権試合、ジェイ・ホワイト対岡田和彦の勝敗予想ですね。ここをやっていきたいというふうに思います。まあ、これはですね、結果から先に言ってしまうと、もうこれは、岡田和彦選手、ね、MSG でベルトを巻くということでございます。はい。まあ、これは、この、自分のチャンネルの動画をね、見てきていただいている人はもうすでにお分かりだと思いますが、ニュージャパンカップ優勝した後の振り返り動画の時点で、まあこれはもう間違いなく岡田和彦がもう IWGP ヘビー級取っちゃいますねっていう話をさせていただいたという形でございます。で、それも踏まえての岡田和彦という感じなんですけど、まあもうこの後ですね、MSG が終わった後はおそらくなんですけど、ここで、岡田和彦選手ベルトを取るっていうのがね、まあそのマジソンスクエアガーデンでまたこうなんかベルトを巻いたとかですね、いう記録がまた残るという形なんですよね。だから岡田和彦選手はですね、どちらかというとですね、記憶に残る選手じゃなくて、記録に残る選手になるっていう感じがすごくしてまして、まあそのために新日本プロレスもまあいろいろそういうふうに動いているのかなという感じはすごくしています。であと今後その東京ドームですね、2020年ですね、の東京ドームが、まあドーム2連戦ということも踏まえて考えたときに、まあおそらくこの後はずっと東京ドームまでは岡田和彦選手で IWGP は行くんじゃないかという感じがしますね。で、そこにどんどんビッグネームを当てていくみたいな、岡田和彦に今度は今までは新日本プロレスの選手内での IWGP 戦っていうのをやってましたけど、もしかするとここにいろんなビッグネームね、今度 IWGP ヘビー級選手権をかけていろんなビッグネームが他団体から来たりとかしながら対戦するとか、そういう流れができるのかなという気もせんでもないですね、うん、で岡田和彦選手はどんどん記録的なものがまた積み上がっていく的な選手になっていくのかなという気がしていますね。うん、なので、まあ、絶対的エースという立場にもなるでしょうし、とりあえず岡田選手が持ってれば、他の選手がどんどん挑んでいく構図も面白いかなという感じもしますよね。で、ジェイ選手はですね、まあ、IWGP じゃなくてですね、僕はね、やっぱ US に行ってほしいなというふうには思っているんですよね。まず、US が、例えば今回この G1 スーパーカードで行われないっていうですね、US ベルトの選手権試合がですね、あれって海外用のベルトだったんじゃないんですかねみたいな感じがすごくするんだけど、ないということなんですよね。うん、まあ何のためにじゃあ作ったんだみたいな感じなんですけど、で、今現状ですね、US のチャンピオンっていうのはですね、ジュース・ロビンソン選手という形なんですけれども、まあ、ジュース選手はね、本当に明るくて非常にいいキャラクターで、まあ、ファンサービスもね、非常に良くてということで、選手として、嫌いだっていう人はあんまりいないと思うんですけど、うん、僕も別に選手としては嫌いじゃないんですが、US ベルトの価値を高めるっていう意味では、まだ適任ではないんじゃないかなという気がしています。はい。前回のその、チェイズ・オーエンズ選手との試合ですね。まあ、見てたんですけど、なかなかね、大味な試合だよな、みたいな感じがすごくしてて。なので、ジュース選手はですね、できればですね、僕コンボ
連続技のコンボとかの何かムーブを一つ二つ欲しいなっていうふうには思ってるんですよね。なんか怒りのジュース・ロビンソンっていうのはめちゃくちゃ俺、僕はですね、キャラクター的にすごいかっこいいなと思ったんですよ。もう表情とかも、すごくなんか怒りの表情できてるし、すげえいいなって思ったんですけど、試合内容がね、なんかこう、大技ドーン、大技ドーン、大技ドーンみたいな感じでずっと続いていくので、なんかおわーみたいな、すげえ次ジュース何やるんだよみたいな感じが正直あんまりないというか、試合の中で盛り上がりが作れないというか、まあもしかしたら相手がチェイズ選手だったからっていうのもあるかもしれないんですけど、まあそんな感じに見えちゃったんですよね、この間の US の防衛戦とか。なのでこれこのままいってもですね、 US のベルトの価値は上がらんのではないかという気がしたので、それだったら例えば US ベルトを J に持たせて、 J 選手が国内もそうだし ROH の選手たちと、もともと ROH で遠征してたわけですから ROH のねリングも知れてると思いますから、そういった選手のたちと防衛戦をしていくベルトにするっていう方が US の価値が高まるのかなと。でまあそういう US のポジションをそういうところに置いておけば、まあ僕らというかその新日本プロレスを見ている国内のファンの皆さんもまた別の海外選手のことを知ることができたりとか、そういうことがいろいろできていくのかなという意味では、その方がいいんではないのかなという気がやっぱりしますね。なのでまあネバーと US、 今ネバーがもうオスプレイがチャンピオンなので、もうオスプレイのチャンピオンもこれ多分ほぼ何かがない限り揺るがないんじゃないかなというふうに思うんで、オスプレイとその US、 オスプレイじゃない、ネバーとネバー無差別級と例えば US のベルトっていうのは、まあ例えば海外選手ともバンバンやりますみたいなベルトにしておけば、そういうストーリーラインを設定できるんじゃないかなというふうに思うんですよね。でIWGP と、まあ、例えば、インターコンチは国内での選手がどんどん挑戦するみたいな。で、まあ、IWGP はたまに外敵とやる、外敵コンテンツを突っ込んできて、まあ、新日本プロレスファンを盛り上げさせるとかね、そういうポジションに置いておけば、まあ、ストーリーが非常にわかりやすくていいのではないのですかねっていう気もせんでもないです。いかんせん US ベルトね、このままだとね、ほんと価値が上がらない気がするので、怒りのジュースは本当に良かったんだけど、その内容ですよね、内容が惜しいんじゃないかなという気がします。まあどうしてもね、その後に行われてたのが岡田真田ですからね岡田真田のあの試合と US 防衛戦を比べるなよって言われたらそうかもしんないんですけど、でもベルトがかかった試合ってね、最高峰の試合であるはずなので、まあそれを考えるとですね、やはり今のままでは US ベルトはまずいんじゃないかという気がしています。はい、まあ別に US ベルトね、あってもなくてもいいようなベルトだったらいいんですけどね、別にそんなに真剣に考える必要ないですけど、もう作っちゃったからね、作ったからにはなんか生かす方向で考えた方がいいと思いますんで、まあそういうのがありかなというふうに思いますね。なので、まあ US に J、IWGP 岡田という流れを作ればいいのかなという気がしますね。で、US のベルトは例えば今回みたいな感じで、海外の試合をやるときとかには、どっちかっていうと、そのさっき言ったみたいに、特にまだ歴史も浅いベルトなので、例えばもう、その ROH の選手が US ベルトを巻いても何らおかしくない。特に、新日本のプロレスのファンが、そこに対して、こう、なんかね、ネガティブな感情を持たないっていう感じもするので、US のベルトっていうのはもうそういう、もうね、他団体との交流ベルトみたいな。ですね、感じにしてもらってもいいのかなという感じはしますね。まあ、今回のこのね試合を見てもやっぱり CMLL、ROH、新日本プロレスっていうのはやっぱりこのがっちり協力体制を組んで試合をやっていきますよっていうのが、
まあ、どうしてもこう海外でやる試合に関しては前に出てくるとかっていうことだったら、まあ、US のベルトはね、そういう他団体の選手がバンバン持ってくぐらいな バンバン持ってくのもどうかと思いますけど、まあ、そういうベルトにしてもいいのかなという気がしています。なので今回 MSG ではもう岡田選手がベルトを取って、あ、岡田選手はもう完全復活ですねという流れを作ると、で東京ドームまではもう岡田選手で IWGP 行きましょうという感じじゃないかなという気がしますね。まあそれでいい気もしますし、まあそうなると IWGP に挑戦する選手誰だと、岡田強すぎるんじゃないかみたいな感じも出てきますけど、まあもうすでに岡田選手はマイクでも言ってた通り、 IWGP のベルトを持ち帰ったらまずは真田さんともう一回やるよというふうに言ってますから、まあそういう真田選手とのもう一回やったりとかですね、もうできますし、また新たなる因縁が生まれるとかですね、いろんな可能性考えられる。で今まではこういいポジションにいなかった鈴木軍ですね、特に鈴木実選手とかがさらにまた岡田選手にターゲットを絞ってやっていくことによって IWGP にまた挑戦できる可能性っていうのはどんどん出てくるのかなという気がしますのでね、はい。なのでまあIWGP は J. ホワイトが持っててもいいんですけど、岡田和親が持ってた方が面白みは広がるのかなっていう気がしますね。なので J 選手にはぜひ US に行って US のベルトを輝かせてほしいなという気がしておりますが、まあ皆さんはどんな風にね、この一戦 IWGP ヘビー級選手権試合誰が防衛してほしいとか、誰が勝つことによってこんなストーリーが生まれるはずだとか、まあ考えていらっしゃる方もいると思いますので、まあそういった方はぜひコメント欄にコメントいただければなというふうに思っております。はい。で、そうですね。うん。まあ IWGP ね、どうなるんでしょうね。うん、まあ、でも岡田選手がとってもね、また岡田かよみたいなこと言い始める輩も出てきそうな気がしますけどね。まあでもいかんせん、どっしりと構える横綱相撲ができる岡田選手がね、いれば、いろんなストーリーは作れますからね、その方がいい気もしますけど。まあ MSG ね、まあ、気軽に見ていくのがいいんじゃないですかねということで、はい、軽めの予想という感じでございます。はい、ぜひまた次の動画もね、まだ次の動画は何をするか考えてないんですけど、はい、雑談的な部分で言うと、私はですね、ついにですね、新日本プロレスのスマホ会員サイトを解約しました。もうついに4月からはですね、スターダムに加入してですね、スターダムを見ようかなというふうに思っておりますので、まあ、非常に楽しみですね、スターダムね、うん、楽しみです。あとはですね、6月ぐらいなんですけど、私ですね、まあ、ちょっと結婚式にお呼ばれしておりまして、結婚式の余興を頼まれまして、まあ、初代のマスクとこの2代目の僕の今のマスクがありますので、ちょっと知り合いの方と一緒にですね、もうマスクをかぶってですね、余興をするということにどうやらなりました。で、一人ね、ちょっとディーバ的なポジションの女性を加えることもできて、まあ、そこでですね、ちょっとカラオケでも、ちょっとレスラーっぽく登場して、カラオケでもやって、みたいな感じで、余興をね、やっていこうと思ってます。はい。まあ、ぜひ、その様子も動画で撮れるようだったらですね、動画に出して、動画、YouTube でちょっと編集して、アップしたいと思いますので、まあ、その様子もお楽しみにということですね。はい。はい、まあ、そんな感じですかね。はい、それでは皆さん、またぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。それではまた皆さん、次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴ、アディオス。